ここで、はい、曲を、うん、1曲聴いていただきたいなっていうふう思ったりなかたんかにやけてますけどどう,どうされましたかにやけてるっちゅうかなんだろうな、うん、や,っやっぱりやっぱりいざとなったら嫌だなうんうん、うん、ええー <laughs> うん、今回、あのー、いつもですね、うちの事務所ではあのー、この時期になると、クリスマスソングっていうのを作って、はい、そしたら、まあ、携帯電話とかからダウンロードできるような配信というので、リリースも若干しつつでで、ファンミーティングっていうイベントがあったりなんかするんで、その時みんなでかあの歌ったりなんかするような、はい、のを、まあ、毎回誰かが作ってって、歌ってっていうような、非常にね、命の短い。 <laughs> 曲。それだけしかやらないから。その時だけにスパークするという。すっごい短命な,な曲っていうのが毎年作られていくんですよ。<laughs> はあはあ、かわいそうな曲たちですよ。<laughs> <laughs> そんなこと言わないでくださいよ。えー、それが今年、今回ですね、うん、何を間違ったのか僕が作ると。ほう<ー>。えー、ということで。うんうん で、しかも、誰が歌うんだって言ったら、僕が歌っちゃったっていう、ね。お自分で作って自分で。そうです。自作自演です。うん。う本当にもう、オナニーみたいな曲です。<laughs> <laughs> それと一緒にするのはちょっと中学校の、えー、今回はですね、<laughs> ただあの、なんて言うんだろうな、みんなハッピーなクリスマスだけじゃなくて、ちょっと切ない。 感じでクリスマスなんだけども、あのー、ケーキショップでこうクリスマスケーキを売るっていうバイトでもう過ごしている女の子でもうかつての,そのあ恋愛であった彼氏とは,もうとは別れちゃって,そしてあの街頭で、ね、クリスマスケーキいかがですかって売ってる時に目の前にその彼氏が通り過ぎたってその彼氏がなんか大きなたくさんのこうプレゼントを持ってどこか幸せのどこかに向かっているんだろうなうみたいなそういう切ない曲を。なるほどこの 50歳のおっさんが作りました。今かしら流しちゃうよと。そうですね。恥ずかしげもなく。では、僕曲紹介していいですか聞いてください。鈴井隆之でクリスマスケーキ。いやー、聞いちゃいましたね。うーん。うーんってなんだよ。ちょっと浸ってました。どういう感想ですかなんかちょっと切ないんだけど、なんかどこか暖かさが。 あるいい曲だなと思いました。ああ。なんか鈴井さんの声が鈴井さんに聞こえなかったのは私だけでしょうか。あ、そうですか。うん。うん。なんか最初聞いたときあれ鈴井さん？って思った。ほらそうですか。いい意味でね。あ、いいいい意味でね。もちろんいいね。ノーマありがとうございます。また上から目線で。いやいや違う違うわよ。まあだよね。まあ本当に あ樹海の傾向をしてるときずっと9月ぐらいですよ、9月の中旬ぐらいですか、そうだな、9月20日締め切りって言われたんだ、だから、それでも、本当、中野坂上の辺りとかこう歩きながらいつも口ずさんでましたよ、このメロを。考えてただ。で、歌詞、先にメロ選考で歌詞どうすっぺかなと思って、なんかハッピーなのがあ、なんかみんなでやっぱ やっぱりこう歌うってからハッピーなのが多かったのね今までね、うんはい、いやでもな俺はやっぱりねえがなハッピーな男じゃねえからどうしてもな <laughs> っていうことで <laughs> うー<ん>そっちでもいいかいって言ったらいいんじゃないですかって話でちょっと切ない、うん、でも実際にさ、うん 今、クリスマス、クリスマスって言ったって、ほら、彼氏、彼女がいないっていうのが50%を切ってるわけでしょほほで、ほ<ー>さらにはやっぱりさ、我々もそうだけど、クリスマスって言ったって仕事だっていう人、う正月だって言ったって仕事だっちゅうにっていう人が多いわけじゃないですか。皆さんがね、本当に。 す、素敵なね、彼彼女を誘ってね、なんかいいレストランでこう、食事をしてる人って、そこには厨房で働いてる方もいて、うん、ウェイトレスさんやね、ウェーターさんやいて、その人たちはやっぱりクリスマスって言ったってよ、うん、みたいな。そうですよね。だからそっちの人からの目線で何か作れないかなと思って、そしたらやっぱりクリスマスケーキが、あのやっぱり25日っていうかなんかね、 夕方ぐらいから半額になってるって人みたいな。あれが、うんうん、あれがね、最初になんかその、売れ残ったクリスマスケーキって一番なんか切ないなと思ったの。人じゃなくて。うん。あ、物。うん。物が切ないだ,だだってやっぱり処分されちゃうわけでしょ、現実的には。ね、せっかく、でもさ、なんだろう。同じものあるわけじゃない。うん。でも、あの、どこかのご家庭やそこに行ってるやつもいるわけじゃない。クリスマスケーキで。うん,う,んうん。 行かなかったやつもいるわけじゃない。<ー>同じものだよ。そうそうですよね。30センチのなんとかで、なんとかなんとかって言って2500円ぐらいみたいなので。で、それが半額になっても残っちゃって最後処分されちゃってってのはなんかその、何がね、幸せでと本当に同じなのにな、うん、みたいなね。そこからなんかちょっとイメージ されたた曲だったわけなんで、うん、まあ、それが人物っていうところで、かつては幸せだったけど、今年はちょっと切ないよな、みたいなのっていう。まあ、でも、それが、でも、そう、その温かい気持ちになったっていうのはそうなんだよね。うん、最後、真っ白な白い雪をこう、で、もう一回リセットして、新しくまたやり直そうっていうか、きっと来年は幸せでな。 でそういうような出会いというか、そういうような時が来るんじゃないかっていうのを希望で、うん、なんか白い雪がこうね自分の身にこう、本当は、ね、冷たくて振り払いたいけども、うん、今年はそれをなんか受け止めようみたいなね、うん、なんかそういうような意味合いですよね。な、うん、なんで俺こんんでこに説明してんだありがとうございました